はい、リサイクルショップ店長小島翔大です。このチャンネルでは音楽について話をしていきますが、今日のテーマは、We Are The World です。まあみんな知ってる曲です。超有名です。まあなんでこの話をわざわざ今回するかっていうと、ドキュメンタリーを見たので、それがもうあまりにも面白くて、ぜひ We Are The World の話をしたいなということで今日やっていきたいと思います。今回僕が見たのは、ポップスが最高に輝いた夜っていう、まあ、ドキュメンタリーで、こちらは2024年1月公開なので、最近です。今年のものです。Netflix で見れるんですけど、まあこれのね、ドキュメンタリーは他にもあるので、まあ内容的には、まあ全て新しいかっていうとそういうわけでもないんですけど、ね、現在ね、ご存命の人の、まあ、インタビューとかを入れながら、その当時のことを振り返っていく内容になってます。時間90分ぐらいで、映画にしては短い方です。サクッと見れます。はい、すごくね緊張感があって、最後までこうドキドキしながら楽しめる映画になってました。まああんまりネタバレしない程度にね話をしていきますが、一応ねこれの前の年にあの、バンドエイドの Do They Know It's Christmas があって、まあそれにね触発される形でこうチャリティー的な動きがあるんですけど、今回の映画はねライオネル・リッチの語りが中心に進んでいきますというところです。発起人はねハリベラポンテで、そこから、ライオネル・リッチの、事務所の社長のところにあの話が行って、でライオネル・リッチに話が行くという感じで、まあ、進んでいくんですけど、まあ中心人物ね、マイケル・ジャクソン、ライオネル・リッチ、あとプロデューサークインシン・ジョーズって感じなんですけど、まあ、ご存命なのがね、ライオネル・リッチだけなので、まあ、彼の話が中心に進んでいくとなりますね。で、そこからね、もう、いかにこのすごいメンツを集めて、そして、このめちゃめちゃ忙しい、もう大スターしかいない中で、その人たちの日程を合わせて、そして、時間もそんな取れないから、もう一日で全てを仕上げるっていうね、その、まあ、緊張感というかね、その壮大なプロジェクトが始まっていくんですけど、結構ね、本当は誰々にも声かけたけど、実は来れなかったとかね、そういう、まあ、あの、イフの話ね、もしこうだったらみたいな、違う世界線みたいな話も結構ね、出てくるんで、それも面白いですし、まあ、出てくる人たち、みんなもう大スターなんで、まあ、説明不要な感じもしますけど、結構ね、丁寧に説明がされています。ブルース・スプリングスティーンは、この時あの、ボーン・イン・ザ・ USA が流行ってて、ツアーでめちゃめちゃ盛り上がってて、みたいなね、シンディ・ローパーは、期待の大新人みたいな感じで、まあそういろいろこう出てくる人たちの紹介もねしっかりこう拾ってくれるので、かなりね分かりやすいと思います。この企画にね応じてどんどん素晴らしい人たちがね集まってくるんですけど、そのワクワク感たるやん、何かに似てるなと思ったら、まあ7人の侍とかそんな感じです。すごい人たちがどんどんこう仲間になっていくみたいなね感じ。7人の侍が適切かわかんないけど、ワンピースとかもそうかもしれないな、わかんないね。どんどん仲間が増えていく感じと、そしてそのね大スターたちが一堂に集まる機会なんてなくて、本当どうしようって話になるんですけど、ライオネル・リッチが司会をねしていた、アメリカン・ミュージック・アワードって、まあ日本レコード大賞みたいな感じかな、日本で言うと。まあ祭典3時間ぐらいある番組の中で、そのスターたちかなりの大部分が集まるんで、もうそこしかないというところで、その番組の収録後にもうこっそりスタジオを借りて、マスコミにいかにバレずにこうみんなを集合させて、もう一発で決めるかみたいなねところで、まあ進んでいく話になりますね。そして本当はねなんか個別にレコーディングとかしたかったけど、それだったらもうめちゃめちゃ時間かかるしね、そんなスケジュールを抑えれないから、もう皆さんおなじみのあの形ですね、広いスタジオにマイクバンバンバンっていっぱい置いて、みんなそこに集まってそこでもう撮るというスタイルで、まあミュージックビデオとかの撮影ももう同時進行でやっちゃうということで、まあそのテレビの収録が終わった後の深夜からスタートして翌朝までの徹夜のね、そのスケジュールの中でも全てを決めるというところで、はい、本当にドキドキハラハラですね。ライオネル・リッチは、まあ、自分が歌う側でもあるし、そういうこう仕切る側でもあるから、こうね、いろんなミュージシャンの間に入ってこう調整役を頑張ってたりとか、クインシン・ジョーンズは、まあ、その時のね誰もが認める最高のプロデューサーなわけなんですけど、もうその我の強いね、スーパースターたちがもう集まって集まって、それをいかに収集させるかみたいなところで、そのこうね、モデレーターの人たちの頑張りとかも見てるとね、本当にハラハラする楽しい映画です。やっぱりね、みんながみんな主役なんで、主役級なんで、その中でいかにこうすり合わせてね、どんどんこういろんなアイデアが出てきちゃって、もう収拾つかなくなったりするんですよ。そういう、まあ、トラブルも起きるし、その辺もね本当にもう奇跡みたいなね、映像、本当に音楽好きな人見たら本当に楽しいと思いますので、はい、まあ Netflix でしか多分今のところ見れないと思うんですけど、はい、全然見たらねすごい楽しめると思います。実はそのね、今年入ったぐらいからその映画の効果もあるかもわかりませんが、ちょっとずつこれ値段が上がってる気がします。はい、あとはシングルとかね、何パターンかね、We Are The World出てますけど、はい、ややねちょっと上がってる気がする。まあそういったドキュメンタリーを踏まえて曲を聴くと一層深みがありますので、はい、
ぜひおすすめです。個人的にはボブ・ディランがね、参加してるんですけど、なんかこうワイワイ楽しくやってるのがちょっとこう馴染めてない感があるんですよね。映像とか見たことある人もいると思うんですけど、ね、ボブ・ディランがいかにレコーディングを終えるか、そこ結構見どころかなというふうに思いますね。なんであの時、ボブ・ディランがあんなちょっとナーバスな感じなのかっていうね、理由もなんとなくわかるし、そこからね、別のあるミュージシャンが、ボブ・ディランを助けるんですよね。そこがね、結構いいなと思います。すごくね、熱い場面です。というわけで、音楽史上に残るですね、もうこれ以上の多分すごいことって起きないんじゃないかぐらいのね、素晴らしい取り組みなんですけど、はい。We Are the World ね、曲は知ってるけど、なんかすごい人たちいっぱいやってるんだな、みたいなね、そんぐらいの、感じ。僕もね、そんな詳しくなかったんで、今回そのドキュメンタリーをね、見て、改めて、本当にね、この一曲を作り上げることが本当にいかにね、大変だったか、はい。いろんなこうピースのね、掛け違いとかでね、全く違った結果になったかもしれない、なんか本当にね、作り上げた奇跡みたいなのを、ぜひ味わってほしいなというふうに思います。はい、というわけで、今日は We Are the World でした。はい、ぜひ面白いので見てみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。